おい、ん？見てみろ。何？あ、町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて川の底に沈んでしまったそうよ。まあ、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや、違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。ジーンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。どんな機械がダメなんだ。二辺セッションで見ただろう。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ。突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なあ、きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわっ、なんか変だよ。座っていろ。はい。アルベドだ。
怪我はない？大丈夫。まったく、アルベダの奴らめ。大丈夫かな？すいませんでした。もう大丈夫です。言うな。はい。スパーフ出発進行。ち、アルベダめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。は？二編セッション失敗の腹いせか。どうかしら。キマリの知り合いが言ってたでしょ。最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルベド族の仕業か。くそ、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろ。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけどよ。そうだね。キマリはシュパーフの上で油断していた。もう二度と油断しない。まだアルベドがいるかもしんねえ。気付けようぜ。しばらく動けそうにないわね。ユーナから目を離すなよ。大若や。まだアルベドが。ユーナから目。
死んでる？うわっ！あっ！よっと。え？あっ、うん、よっしゃっと。よっと。ああ、死ぬかと思った。あ、リュック、リュックだよな。おお、無事だったんだな。元気だったか？全然。顔色悪いな。なんかあったのか？君にやられたの。え？あ、さっきの機械、あの中にいたのか。そ、もうめちゃめちゃ痛かった。ひどいよね、もう。でもさ、そっちが襲ってきたんだろ。違う、深い事情があるんだよ。おい、知り合いか？あ、まあそんな感じ。どうも、リュックです。ほら、ユーナとルールには部下で話したよな。ビサイドに流れ着く前に俺が世話になった。あ、そりゃお前恩人だろ。会えてよかったよな。まったくエボンの賜物だ。で、リュック、倒れてたみたいだけど、怪我ないか？若、ちょっと待って。ん？なんだよ。ちょっと、話したいんだけど。おお、話すよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。え？顔を見せろ。あ、いいよ。目を開けろ。やはりな。ダメ？覚悟はいいのか？というわけで、いいんだよね。ユーナが望むなら。私はぜひ。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。そうだな、にぎやかになっていいかもな。そうそう、じゃあ私はにぎやか担当ってことで。不思議だった、ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなのに。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。あー、宝箱だ。中身なんだろう。私、怒ると怖いんだからね。見てな、今取ったアイテムでガスッとやっちゃうよ。
前何やってんだ。すっげえ威力だな。アイテム組み合わせて使うとこういうこともできちゃうわけ。ま、適当にやってんだけどね。魔法の力が必要ってわけね。どれ、終わりだ。常にこうありたいものだ。先は長い。行くぞ。お待ちしておりました。ユーナ様、ようこそグアドサラムへ。ささユーナ様、こちらへ。あの何なんだあんた。これは失礼。私トアメルグアドと申します。グアドの族長シーモアグアドの身内の者でございます。シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。私にですか？どんなお話でしょう？ともあれ、まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。もちろん皆様も歓迎いたしますよ。なんか強引だよね。あ、忘れてた。
どんなお話なのかな。なんかさ、いい匂いしない？歴代の族長ね、グアド族の。同じ顔だ。シーモア老子だけなんか違うよな。知らなかったの？シーモア老子は先代の族長ジスカル老子と人間の女性との間に生まれた子よ。ああ。どうも落ち着かねえな。ユーナから目を離すな。ヒマリはシーモア老子が気に入らない。ヒマリはもう何も言わない。どんなお話なのか。どうぞこちらへ。お様をお呼びしてまいります。しばしお待ちを。飯食わせるために俺たちを呼んだわけじゃないよな。このグアドサラムには寺院がないでしょ。だから普通召喚士たちは通り過ぎるだけなのよ。へへへへ。何？いや、何も聞かなくても説明してくれるから。余計なお世話ってわけ。違う違う、俺が何も知らないことを分かってくれたんだなって思って、ザナルカンドから来たことを信じてくれたのかなってさ。まあね、私には知らないことがたくさんある。その中の一つにあんたのザナルカンドがある。そう考えれば納得できない話じゃないわ。でも気をつけて、私たち以外には言わない方がいいわね。うん、わかった。ヒマリはもう何も言わない。うまいよこれ。ドキドキするな。もうを怠るなよ。なんで？エボンの偉い人の家だろ。力を持つと使わずにはいられない。そういう輩かもしれん。あんたさ、エボンの教えとか信じてないのか？俺もザナルカンド暮らしが長かったからな。ああ。お客人を迎えるのは楽しいものです。ジスカル様が亡くなって以来、この屋敷は静かすぎました。ジスカル老子の死はスピラにとって大きな損失です。ジスカル老子ってそんなにすごいのか？グアド族にエボンの教えを広めたんだ。まったく惜しい方を亡くした。そう、まことに残念です。しかし我らには新たな指導者シーモア様がおられる。シーモア様はグアドと人の間に生まれたお方。必ずや二つの種族を結ぶ絆となってくださいます。いいえ、それだけではありません。シーモア様はこのスピラに生きるすべてのものの未来を照らす光となるでしょうな。それぐらいにしておけ、トアメ。あまり持ち上げると居心地が悪い。ようこそ皆さん。あの、お話って。そう結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。失敬。
久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。これは異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。ザナルカンド。そう、ザナルカンド。およそ千年前の姿です。繁栄を極めた機械仕掛けの町ザナルカンド。彼女はここで暮らしました。彼女？ユーナレスカ様。歴史上初めてシンを倒し世界を救ったお方です。そしてあなたはその名を受け継いでいる。父がつけてくれたそうです。ブラスカ様はあなたに願いを託したのでしょう。ユーナレスカ様のごとくシンに立ち向かえと。しかしユーナレスカ様はお一人で世界を救ったのではありません。無敵のシンを倒したのは二つの心を固く結んだ永遠に変わらぬ愛の絆。大丈夫か？結婚を申し込まれました。マジっすか？おい、ユーナの使命を知っているはずだが。もちろん、ユーナ殿の、いや、召喚師の使命はスピラに平和と安定をもたらすこと。しかし、シンを倒すことだけが全てではありますまい。シンに苦しむ民の心を少しでも晴れやかに、それもまた民を導く者の務め。私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。スピラは劇場ではない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。それでも舞台に立つのが役者の務め。
今すぐに答える必要はありません。どうかじっくり考えてください。そうさせてもらおう。出るぞ。ユーナ殿、良い返事をお待ちしています。何のためにとどまっているのです。これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。大召喚士の娘ユーナとグアドの族長シーモは、その二人がエボンの名のもと種族の壁を越えて結婚か。確かにスピラにとって明るい話題になるわね。でもよ、ほんとひとときの夢って感じだよな。っていうかさ、早く旅の続き行かない？冗談きついっすよ。あー、やきもち？違うって。シンを倒すのが一番、それ以外は後回しだろ。余計なことに巻き込まれちまったよな。余計なことなのかな。マジっすか。私が結婚することでスピラ順の人たちが少しでも明るい気持ちになれたら、そんな風に役に立てたら、それも素敵だなって思うんだ。こういうことって今まで想像したことなかった。だからよく考えてから返事をしたいの。マジっすか。結婚して旅をやめちゃうのもありだと思うな。旅は続けるよ。シーモア様もきっと分かってくれると思うな。うん、そうだね。私召喚士だもの。シンを倒すって決めたんだから。ブラスカと同じようにな。それなら何を考える必要があるすかって叫びたかった。私異界に行ってくる。異界で父さんに会って考えてみるね。そうね、気が済むまで考えなさい。誰もユーナに聞かなかったのが不思議だった。シーモアのことを好きなのかって。